まもなく公表されると思うんですけれども、城崎努という赤軍派のインドネシアで暴れ回ってた重信房子やなんかと一緒にジャカルタでアメリカ大使館と日本大使館に手製のロケット弾を撃ち込んだか、カナダ大使館にも壁に当たったか、車が爆発したかして、アメリカ大使館に次いで日本のテロリストが、そういう海外のイスラム圏の首都においてね、テロリズムをやっておったと。だから今のイスラム国家とかイスラム国とか、あるいはビンラディンとか、もっと早くから日本人のテロリストというのはイスラムの世界でも働いてたんですね。でそういうことで逮捕されて、アメリカの法律に違反をしているということから、アメリカで裁判が行われて、あの事件が起こってた頃、30年の懲役刑という判決が下ったと私は覚えてるんですけど、その30年もう経ったかねえという、今年、来年の1月ですか、大変な模範囚だったそうでね、これを釈放すると、日本に退去強制するという通知が司法当局にあったようです。で今警視庁の検挙班がアメリカに向かってんじゃないかと思うんですけどね、もう向こうで逮捕したかもしれないけど、でそれを今度こっちへ持ってきて、日本はまだ指名手配を解除しておりませんから、依然として日本の大使館襲撃その他の日本の刑法でもう一度逮捕されて裁判と、こういう順番になると思うんですね。それで今も お尋ねがあったようにね、本気でそんなものをやってたんですかと、どっから買ったんですかねっていうお話があったんだけど、あの頃のね、全教頭のか、あの過激派の学生というのは電気技術だとか火薬の専門家とかいて、例えばオウム真理教のペラ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 よく喋ってテレビでもって上優という広報部長がおりました。それで ああ言えば上優っていうあだ名がついた青年がおりましたよ。今でもいるけどね。でそいつはね、あれは理科大学かな、なんかどっかの大変優秀な学生で、種子島の宇宙ロケット、日本のロケット打ち上げをやっとった男ですよ。それがどういうわけか、あのオウムの宣伝部長になってしまったと。だから非常に優秀なやつがオウムにたくさん入ったでしょ。村井っていうのだって、それから、あのサリンの実行、地下鉄にサリンをまいた実行犯の一人、慶応の優秀な慶応大学の外科医がおりました。だからそれと同様、過激派の当時の過激派というのは何もその社会の落後者ではなくて、むしろ優れた技術者だったり、でロケットはおろか爆弾を全部作っておりましたしね、そういう科学技術の能力は電通大学でのやつが、今多分そういうのはインターネットに対するサイバーテロ
なんかやってるやつっても大変優秀なやつが多いんですね。それでやっぱりその時代時代でもってそういう非常に優秀な青年が革命を志す時期っていうのが何回も何回もあるんです、過去においてね。それでこの城崎の特殊技能もよく分かりませんけど、少なくともロケットっていってもいわゆる噴射式のロケットではなくて火薬で発射する飛行物体って言ったかね、フライングプロジェクタイルというような英語がついてましたけど、そういうものを発射するロケットぐらいはもう簡単に自分たちでできる、そういうことで手製の金属弾でした。で、当時まだロケットはそれほどのテロリズムの手段になっていなかったわけですけど、今や北朝鮮が核武装、ロケット開発を急いでおるということで、まあ、極左国家みたいなのが今ロケットと核で武装を始めたって恐ろしい時代になってきたんですけど、あの頃はまだそこまでいかなかった、弾頭爆発しませんでしたけど金属弾が飛んできて建物を破壊するというようなことはあったんです。それもイスラム圏のジャカルタで続発をして、重信なんかもこの件で手配されてたはずです、共犯でね。で、大体もともと赤軍派っていうのはね、三波系全学連と、三波系っていうのはよく言われてましたね。三波系っていうのは一番強力なのが中核、それから角丸、もう一つが文度と言ってました。これも三波系なんですね。で、文度というのは共産党赤軍派というのがその中から、昭和43年の10月でしたが、葛飾公会堂っていうところへね、あの女性のストッキングをかぶった800名ぐらいの若者が集まりまして、これが赤軍派を名乗ったんですね。それで IRA というアイルランド独立運動の独立運動をやっておった過激、イギリスの過激派、これがね、反抗を行う時にはね、女性のナイロンのストッキングをかぶって顔を分かんなくしまうというグループだったんです。それの真似をして全員ね、女性のストッキングを顔にかぶせて、それで葛飾公会堂に集まったんですね。それで取材に入る新聞記者からみんな入場料1000円取ったってね、大変評判の悪かった 新しくできた過激派、超過激派だったんですけど、それから3つグループが出てきます。その赤軍がすぐ分裂を始めて、一つのグループが有名な浅間山荘の連合赤軍、これはね、毛沢東思想、毛沢東主義の革命理論からいくと、まあトロツキズムというトロツキーのグループになるんですけど、世界同時武装革命ということを呼号したレオン・トロツキーの率いるグループ、この人はメキシコで KGB の前身ゲーペーウーの放った刺客によって惨殺されますけどね、このトロツキズムと呼ばれる世界同時革命という
それは武装革命で中華人民共和国の中国共産党というのはこれでもってこの革命は自由から生まれると言っていたのが毛沢東主義ですね。それで自由に惚れ込んじゃって栃木県真岡の銃砲店を襲って散弾銃、ライフル、それからその弾薬を大量に強盗しまして、それで当時現場に行ってた新聞記者の話ですと非常に珍しい強盗事件だったと。それは現金に手をつけないでね、銃と弾薬を盗んでいったと。弾薬は何千発って盗んでいったですよね。そういう真岡事件の犯人はこの赤軍だったんですけど、これが京浜安保共闘という日共革命左派、それと連合して作ったのが連合赤軍だから、老学提携だったんですね。連合赤軍というのは日共革命左派と呼ばれるグループ、それと赤軍派、共産党赤軍派とが合体して29名連合赤軍っていうのを結成をした。こういうのが1グループ。これは自由に異常な愛着を持つグループです。それから銀行強盗をやって金を稼がなきゃ、資金を稼がなきゃいかんと言って参院の金融機関、銀行を襲って約1000万円の軍資金を調達しました。800万、そのうちの800万ぐらいは永田陽子が、浩子が妙義山の洞窟の中で捕まった時にこの現金を800万円持ってまして、それであの頃いかに裁判官まで影響を受けておったかという例として、裁判官がこの800万円を私有財産とみなして返還を命ぜられたと。警察はこれ押収して持ってたらね、不当な押収であると。その800万っていうのは参院の金融機関なんかで強奪された被害金額とほぼ一致してる。それそのまま持って浅間山荘まで来てたわけですけど、それをね裁判やって負けちゃうんですよ警察は。永田陽子という連合赤軍のあの死刑囚、あの病気で亡くなって獄死しましたけど、その永田陽子が800万持ってて、それどう考えたって800万円だって大金をね永田陽子持ってるわけないんだけど、妙義山の洞窟の中で捕まった時に持ってたんです。それが松江その他で行った銀行の被害額と一致してたもんですから、まあ、それは当然犯罪によって得られた造物として押収すべきもんなんですけどね、なぜか裁判官これを返してやれっていう命令を、判決を下した、非常に問題になった強盗事件なんですけど、当時はねやっぱり赤軍っていうと自分に向かって来られると困るもんだから、みんな臆病になってね、赤軍様々っていうことで恐れおののいておったことは事実です。みんなで甘やかすもんだから、こういう極左過激派グループというのは急速に発生して成長してしまいました。でもう一つのグループが重信房子という女性闘士によって導かれていた、いわば国際派といいましょうか。でこれが
淀号を乗っ取り、その後はベイルートを基地としてパレスチナ解放同盟 PLO パレスタインリベレーションオーガナイゼーションでしたかな、 PLO、 そしてあの世界中を震撼させたテルアビブ事件というイスラエルの首都航空です、テルアビブがね。でそこでカラシニコフ狙撃銃と手榴弾を旅行カバンに詰めてパリからローマへ飛びまして、ローマでアリタリアに乗り換えるんですけど、そのアライバルとディパーチュア一緒にしてたという、まあ、日本はついこの間まで一緒だったんですけど、そういう航空保安行政上の欠点を海外赤軍がうまくつきまして、エアフランスで運んできて預けておいた、手荷物として預けておいたカラシニコフ狙撃銃と手榴弾を今度はアリタリアで着いた岡本公三とか奥平とかそれらがそのままピックアップしてね、機内に持ち込んでしまって、それでテルアビブ空港でカウンター、旅客カウンターの前に並んでおった観光団、観光客、プエルトリコから来た人が多かったんですけど、それに向かって乱射乱撃加えて120人ぐらい死にましたかね。テルアビブ事件と呼ばれておる、もう赤軍の名を世界中に轟かした残虐行為、全く非武装無抵抗の、しかもプエルトリコ人なんていうのは赤軍派が撃っちゃっちゃまずいですよ。味方解放してやる、保護してやる非圧迫民族ですからね、プエルトリコってのは。それの全く無実の女子供のを含む観光客に乱射して100名を超す死者を出した残虐なテロがあったんですけど、あれは1965年ですかな、65年の5月30日だと思いましたけど、それで日本は犯人が岡本公三であり、これ逮捕され、その奥平兄弟っていうのはアラブ PLO パレスチナ解放機構というテログループがあって、それの上部の指令をそのまま忠実に守って最後の手榴弾を顎の下にくっつけて爆発させて指紋と顔を分かんなくしちゃったと。そういう中で岡本公三だけは最後の手榴弾一発を駐機しておったイスラエル航空の旅客機に、ジェット機に対して手榴弾を投げまして、で、まあ、映画の見過ぎだと言ったんですけど、手榴弾一発投げると大型ジェット旅客機が爆発炎上して、自分もその中飛び込んで死ぬ気だったと言ってるんですけど、後で捕まった後彼は武器を失って逮捕されちゃうんですね。岡本公三、
で、これは今ね、実はね、精神異常であるということで、イスラエルの裁判所が釈放しましてね、今イスラエルにいるんですよ。イスラエルじゃない、彼は今ベイルートかな、なんか中近東におるんです。その PFLP の保護のもとに、あの大事件を起こした犯人、もう日本政府はもう陳謝に陳謝を重ねて、遺族に巨額の損害賠償を支払ったという徳良大使がテレビの前で涙を流してイスラエル国民にお詫びをしたと、こういう騒動があった。それは重信房子たちなんですね、その海外に行ってたグループで、もう一つのグループが国内に残って爆弾事件を繰り返しておった爆弾教たちなんです。それで白崎はこの爆弾グループに属してたんだと思われます。それでそういう白崎が30年経ったのか、刑期を終えて模範囚として釈放になると、日本に退去強制されると。日本はそれを警視庁が逮捕するために今アメリカに向かってるはずなんですけど、そこで私の提案なんですけど、淀川事件というのは1968年3月30日だと思いましたが、淀川事件が起きてるのね。これはさっき申し上げました重信房子をグループとする海外赤軍の犯した犯行で、それはタミヤ高麿以下9名の赤軍派だったんです。それで淀川を乗っ取って北朝鮮に飛び、北朝鮮の特殊部隊破壊工作を専門とする特殊工作部隊を味方に取り入れて、それで逆上陸してこようと、革命成就のためにね、そういう目的でこの9名が北朝鮮を頼って金日成を頼りにして亡命したんですけど、金日成はそれほどバカでないから、こういう日本の赤軍に利用されて北朝鮮がテロ国家になるのは嫌だったんですね。それで飼い殺しにしました。でところが時々拉致事件で出てくるように海外に野放しにしてですね、旅行中の女子学生をもう地上の天国北朝鮮に行こうって誘って略取誘拐してしまったと。でこれの拉致事件を指揮しておったのが特殊工作担当の初期だったんですね。それで10万の特殊部隊を指揮していると言われてました。それが思いついたのが日本のあの女性の若いのを20歳前後のを狙い撃ちして誘拐をし、それでそれに革命2世を産ませると、それで日本赤軍を強化するというような、まあとにかく禁止正実という、それがまあ、拉致グループをやった10万の特殊部隊の司令官だったんです。金正日の保護のもとに赤軍はタミヤ高麿以下9人残りまして、それでその後病死を
タミヤ高丸なんか病死をしましてね、今現在いるのが4名だと思います。で、現実に北朝鮮で所在もはっきり分かってるんですね。それから朝鮮関係でもう一つ大きな事件は金大中事件ですね。金大中は朴大統領、朴正煕という日本の陸士を出た、クーデターの結果大統領になった朴正煕という大統領がおりましたが、朴正煕の強力なライバルであった野党の大統領候補金大中というのがほとんどすれすれに接近をする結果大統領選で落ちたんですけど、それが日本に日本訪問中に神田のグランドパレスホテルで KCIA という韓国の特殊情報機関が拉致しました、白昼。それで金大中事件が始まるわけです。で、金大中事件の犯人は大変愚かな工作員の一人がホテルのその拉致をした部屋の部屋に自分の指紋を残すという信じられないようなバカな工作員だったんですね。それでこれは韓国駐日大使館の一等書記官だった金東雲、東の雲ですけど、金東雲という外交官が金大中拉致事件の主犯なんですね、実行犯なんです。少なくとも現場に指紋を残して、それの説明がちゃんとできてないんです。それで任意出頭を呼びかけたんですけど、これを無視して帰国をして、そのまんま任意の取り調べにも応じていないと、外交官の犯罪なんですね。それでそれの指揮命令をしたかどうか分かりませんけれども、朴正煕大統領の時代に起こった事件で、その娘が今の大統領で非常に反日的であるということで、去年ね、私キッシンジャーっていうアメリカの元国務長官に来日した時に会いましたらね、それで私は金大中事件担当の外事課長ですと言ったら、にっこり笑ってね、今自分はソウル経由で東京に来たんだけど、ソウルでもってね、金東雲に会ったよっていうの。いつの間にか復職してるのか、あるいはもう年ですから浪人に優待はしてるんだけど、保護されてソウル市内にいるんですね。それで僕は今会ってきたよと、今日来る途中でね、そういうのが分かってるのに、元外事課長として君は引き渡しを要求しないのかと、指名手配してあるんだろうと言われました、キッシンジャーから。だから私、指名手配をして手配はしっぱなしで、こんな厄介なことはそのまんまみんなに忘れてもらうのが一番いいんだというような態度で、自民党政権その後政治決着をしてですね、もう片付いた片付いた言ってるんですけど、全然片付いていないんですね。特に指名手配をした、事件そのものの捜査を担当した外事課長だった私からすると、全然落とし前がついてない事件なんです。それでこうやって考えてみると、私在職中にやった警視庁の警備課長の時にやった淀川事件、これも犯人分かってて、しかも4人現在北線にいると、でそれと文通したり、それを訪問したりしてるわけでしょ、日本の
左派っていうのはね、で本に書きましたけど、石井はじめっていう後に国家公安委員長までやった民主党の変なのがいます。でこれが自民党の時代に訪朝団として平壌に行きまして、タミヤ高森以下に会ってるんですよ、指名手配の犯人に。それで彼らがそこから帰ってきて、外事課長であった私のところへ来ましてね、かわいそうじゃないかと、暴挙の念やみがたく、みんなね逮捕さえされなければ帰っていいんだよと、帰ってもいいよと言ってるよと、だからもう捕まえませんという約束を外事課長しろと、国会議員訪朝団の一員であった石井はじめ、それがね現職の国会議員であって、しかも現職の外事課長であった私のところへ来てね、捕まえないって約束しろと、指名手配してんですよ。だから君がそういう約束をすればね、私がまた平壌に行って彼らを説得して帰るようにするからと。で僕は非常に怒ってね、あなた自民党の国会議員でしょうと、特別職公務員ですよね、それで私が説得して連れて帰ってくるからということで お見えになるなら分かりますけどね、その国際手配をしたその手配元である外事課長のところへ来てね、逮捕しないって約束しろというのはどういうことですかと、あなたは本当に自民党の国会議員なんですかということを言ったらね、 なんだこの血も涙もない警察官めって言ってね、僕は白昼メンバーされたです、自分の部屋で。それも淀郷犯人の指名手配を解除しろって言うんですよね。それで外事課長である私が石井はじめ議員に逮捕しないって約束をしたら、僕が行っておとなしく帰るように彼らを説得するからって、先生話が違うんじゃないですかと、与党である自民党のね訪朝団の一員として当時の犯人たちに会うという機会を得たならば、もうハイジャック防止法もなかったし、当時ね君らの刑は軽いもんだから、一生棒に振ることのないようにこの辺でね自首したらどうかと。で私が連れて帰ってくると自首したのをね、これが話の筋でございましょうと。で私に逮捕しないっていう約束をするなんてことを要求するのはね、国会議員、自民党の国会議員としておかしいですねと真正面から言ったの。そしたら激怒してね、血も涙もない警察官めと言って出てっちゃったんです。結局ね自民党ってのはそういう体質だったんですね。自分だけ格好つけるためにはね、国家が警察が公式に指名手配世界に向かってやってるのを課長一人で自分に約束をして取り消せと、で俺が連れて帰ってきてやると、だから処罰しないって約束をしろと、こういうことを言うという国だったんですね。今でもその恐れがあります。今度大勝して戻ってこられた安倍晋三総理大臣はマッカーサー体制、そういうおかしな戦後のレジームからの脱却ということを掲げて、大変治安防衛外交の面でね、外交問題、拉致問題はわざわざ小泉総理について平壌に行って直接交渉してきた官房副長官でいらっしゃったよね。それでそういうことの筋を正せと言っておられる、普通の国になりましょうと言ってる
そういうことであるならばね、今回の選挙の対象を機会にね、過去我々外事警察が苦杯を飲まされた淀郷事件、それからテルアビブ事件、岡本公三は今釈放されているわけですから、どっかベルとかなんかにいるらしいですけどね。それから淀郷事件の犯人、少なくとも4人はまだ平壌におりますよね。それで家族だけ返したりなんかして、いつの間にか指名手配されてる犯人であるということをみんな忘れて、まあ重信房子のアラブ人との間にできた子供も普通の帰国子女として帰ってきて芸能界入りましたよね。ハーフでなかなか美人だったもんですからね。だから国家としてね、大きな淀郷事件ハイジャック、一機飛行機持ってかれちゃって乗客も連れてかれて、淀郷事件っていうのは未だに未解決のまま、しかも犯人の所在が分かってるっていう状態でありますね。それから金大中事件、これの主犯であった当時の在日韓国大使館の一等書記官金東雲、それがこの間のキッシンジャーの話だと、もう韓国においては全然その咎められないで、キッシンジャーが会ってきたと、こういうことを言ってましたと。そういうその日本にとってのアウトローたち、指名手配を受けている犯人たち、これをね、安倍内閣を対象して戻ってこられたんだから、そういう戦後の歪みっていうのを直すべき時じゃないんですかと。だから白崎を引き取るこの機会に、パク大統領に対してはね、金東雲を政治決着をつけたけれども、やっぱり指名手配してる国家としてね、これやっぱり渡していただきたいと、金東雲の引き渡し要求をされたらどうですかと。そんなね、従軍慰安婦問題だとかね、なんとかで悪口ばっかり言われてるという状態 で指名手配金大中事件のような大統領候補白昼拉致誘拐っていうような事件をね、主権侵害やって観光をした元外交官が今のうのうとしてソウルで暮らしていくというようなことはね、おかしいんじゃないですかと。だからパク大統領に対して金東雲を引き渡してもらいたいと言うべきなんじゃないかと。それからテルアビブ事件、テルアビブ事件は岡本公三っていうのが主犯ですよね。でこれはさっき申し上げたように最後の手榴弾まで投げちゃったもんだから逮捕されちゃうんですね。生け捕りにされちゃう。それで殺人罪で裁判にかかって、ところがイスラエルには死刑がないんです。で死刑がないところに持ってきて、その後の赤軍の海外における人質事件で情報記者法を要求されて、福田赳夫総理大臣の時に情報記者法といって、この浅間山荘の犯人まで、死刑間違いないような犯人まで釈放しましたよね。こういうね、世界中から批判をされた情報記者法っていうのをやったのが福田赳夫さんです。その前は三木武夫さんですね。この二人の総理の大変な対テロ対策としては最も良くない、身代金は払
600万ドルも身代金は払うわ、犯人は獄中の殺人犯、全然この赤軍と関係のない殺人犯を含めて全部で12名釈放したんじゃなかったかな、2人で、2人の総理大臣で。それでそれが今現に行方不明だっていうならともかく、警察庁は赤軍、海外赤軍捜査班っていうのを組織して、優秀な捜査官を派遣してですね、所在確認をやったはずです。で今、もう一度、警察庁、国家公安委員長か、外務大臣、それが関係国であるところの韓国に、犯人の引き渡しを指名手配やってるんですから、そして落とし前をちゃんときちっとつけていくと、こういう姿勢がこの対象して戻ってこられた安倍さんならできるんじゃないかと私は思ってるんです。でこの機会に白崎引き取るのももちろん結構ですけど、そういう日本国の名誉を傷つけて信用を失墜したテロを海外でやってきて、海外で捕まってたやつ、あるいは捕まってないけど所在が分かってるやつ、これはねちゃんとね独立主権国家としてね司法権の独立ということをきちっと世界に示さないと。でまたせっかく安倍内閣退所したんですから、戦後日本のそういう歪んだ司法権の権威が丸つぶれになってる。それでそれに加えてね、あえて私は言いますけど、外務省も法務省も警察庁もみんな事なかれ主義に陥ってます。こういうのをね、自分が出かけてってでも逮捕してくるぐらいの強い根性なしにはね、これから21世紀の国際社会で独立主権国家としてやっていくことできません。まして国連の常任理事国になろうとしている。でその国連では日本はその戦犯国家であると、で戦争責任国家であるというようなね、いつでも軍事制裁していいよというような存在ですね。こういう国連の中におけるその非常に蔑まれた地位、これを回復するためにもね、指名手配をしてるのに所在が分かってるのに引き渡し要求しない国なんてのは独立主権国家じゃないです。ですから安倍晋三さん、政権をもう一度退所をなさったんなら、この赤軍の、海外赤軍の所在の分かってるやつ、これと引き渡し要求ぐらいはせめて法務省か外務省か警察庁かにご加盟をいただきたいと思います。これが白崎問題です。